あれからですね、ちょっとモッドを導入しました。防具とかが、別にあるホットキーですね。ホットキーのモッドと、あと、クワ関係ですね。クワ関係を楽にするモッドを入れました。シンさん、それでいいですよね。あ、はい。クワのスタミナを、ゼロにするモッドと、放火範囲を広げるモッドと、インベントリ開いてもらうと分かるんですけど、装備専用のスロットを追加しましたな感じです。で、Cさんが装備をいいやつ持ってます。持ってます。もう Cさんは自分のワールドで装備を整えたんですよね。そうですね、収録外でちょっと内職して整えました。はい。で、僕はもうそのままです。そんなとこからスタートですね。はい。 Cさんいいな、それいいでしょう。かっこいいでしょう。いいな。見てくださいよ、ほら。え、ほらほらほら。わー、何それ、めちゃめちゃいいじゃないですか。かっこいい盾で。ひいさん、それとりあえず置きましょうか。置きましょうか。置いたら僕もらえるんで。あ、本当に盾。でもこれ、普通の盾と違ってタワーシールドっていう盾なんで、装備するとちょっと足が遅くなります。あ、じゃあいらないや。そうそう。あ、いらないですか。そうですか。扱いが難しいですね、その盾は。丸太が、あ、それは硬い木ですね。ああ、今無理ってことですね。あ、できたできた、やっとできましたね。どこの方面向かいます？いや、一旦防具作れるんで作っちゃった方がいいんじゃないですか。ああ、作れるんだったら作りますか。青銅の兜、青銅のバックラー、とりあえずこれするか。青銅のキュイラスですね。オッケーオッケー。これ青銅のレギンスですね。おー、光ってる光ってる。ブロンズセイントになりましたね。セイントまた。ブロンズセイントだ。あー、いいですね。ブロンズセイントになりましたね、ついに。進化した。あ、できる。よし、作ろう。おー、マントした。な、ボロボロだな、このマント。あー、なんとも味わいのあるマントですね。自分がいいの持ってるからって。いや、そんなことないっすよ。あと、そうですね。ツールも青銅製にしましょうか。ツールを青銅製。あ、斧とか、ツルハシとか。はい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 。青銅の斧だ。よし、作成。6番。おー。近代的になったな、ちょっと。あ、すごい攻撃力。あー。やばい。これ C さんに怒られるな。え、何したんですか？まあいいか。ちょっと。まあいいや。次は。あ、なんか、耐久値削れてる。え、気のせいです、きっと。なんでだろう。なんでだろうなぁ。おかしいなぁ。おー、硬いやつが、いよいよ、できるようになりましたね、硬い木が。よいしょ。おー、新しいレシピ覚えた。硬い木を切ったら。うわ、なんかすんごいレシピ覚えましたね。バイキングの船。すごい勢いで新しいレシピを覚えてますね、今。何これ、青銅のアトゲイルって何ですか？あ、青銅のアトゲイルは多分塩ビさんの思い描く槍の、ね。マジでこっちの方が良かったな。青銅のアトゲイルですね。アトゲイル、どんなんだ。おー。あ、かっこいい。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。そうですね。お、あー、これ、僕が持ってた槍。まさしくこれだ。そう。それですよ。なんだこの青銅の槍って。槍じゃないよ、これ。こっちよ、槍は。正しい槍はこっち。ひどいなー。ひどいなー。はい。青銅の槍は引退でございます。引退。早い引退だった。早い引退だったなー。かわいそうに。ブロンズセイントにパワーアップして、やっと準備ができましたね。あ、ボスも行きますね、もう。行きます？はい。一応行けなくはないですけど。じゃあ、ボスはどこにいるんですかね。まずは、マップ開いて、この、一番最初に降り立ったとこですよね。あそこに、とりあえず行ったらいいですよね。とりあえず行きますか、じゃあ。あ、この前、洞窟で、なんか見つけたのかな。あのボスですかね。はい、そうですね。よし、強くなったし、生きるだろう。これ？はい。森をはじめ、森の王、足元の住民たちを滑るもの。
彼の根はかつて都市であった場所に伸びる。彼らの血が彼の酒、彼の肉が彼の糧。ということ？まあ現地行ったら分かりますよ。とマップ開いてもらって、はい。大体ここから西の方に、はい。長老っていうマークが多分あると思うんですけど、そうそうそう。これですね。だいぶ先だ。そうだそうだ。この前洞窟のところで手に入れたやつですね。教えてもらったやつだ。そうですね。徒歩で行きますか。徒歩でもいいんですけど、そうですね。やっぱり我々には船があるんで船で行きましょうか。船で行きましょう。せーの。おーすごい。ザ船ですね。よいしょ。これもやり方一緒ですかね。一緒ですね。よし、こういうで。イカドとまた一個だけ違うのが、はい、ここにストレージがあります。え、ストレージがあるの？4つだけ。はい。4つだけですけど。あ、ほんとだ。へぇ。いやー、様になるね。様になりますね、これ。そうですね、絵になりますね。絵になる。文明が発達してる気がしますね、やっぱり、徐々に。そうですね。うん。西に進んでいきます？はい。波しぶきがいい感じ。なんか僕にかかってんな、これ。めっちゃ波しぶき僕にかかってんな。だいぶ向こうですね、長老。そうですね。はるか先だ。実はですね、この、はい。バルヘームの海にはね、はい。とてつもない恐ろしい化け物がいてですね。船を沈められるんですよ、よく。もしかしてイカ？よく伝説上に出てくるイカとか。ああ、イカですか。イカではないですね。イカではない。じゃあタコ。タコ。まあ、イカでもタコでもそうですけど、ちょっとニュルニュルしてますね。なんだろう。出てくるのかな、いずれ。だいたい半分ぐらい来ましたね。そうですね。うん、次、どこか岸を見つけたら、はい。ちょっと、一旦寝て朝にさせましょうか。はい。あ、陸に近づくとやっぱ速さを感じますね。この船の。よいしょ。到着。朝になった。じゃあ行きましょう。行きましょう。魚が尻尾の尾を出してますよ。水面から。本当だ。なんだあの魚。すごい魚がいたな。あ、魚が来た。魚が来た。スズキをゲットですね。あ、そんなことできるんだ。うん、なんか降ってきましたよ。あ、ん？ん？ん？あ？ん？まあなんか島がありますね、あそこ。あれ？あ、ちょっと待って、これ。はい。あ！あ。ついてますね。どうしたんですか？珍しい島があります、ね。あ、そうなんですか。はい。島だ、島だ。財宝があるのかな？エミさん、ぜひ、ご飯食べてください、ご飯、今。ご飯？はい。ご飯。ご飯、はい。食べます。スタミナを確保していただいて。はい。なんか魚がおった、今。ピラニアみたいなのがおるの。これ、珍しい島ですね。へぇ。雨降ってきた。突然。雨降っちゃったか。まあ、いっか。上陸だ。よいしょ。何これ。え？ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、はい。はい。じゃあ、乗って、はい、これ、富士壺があるんですけど、これ、採掘してください。採掘、はい。ちょっと待ってください、ね。はい。じゃあ、行きましょう。行きましょう、はい。採掘ですね。よいしょ。あ、新しいレシピ手に入れましたね。はい。周り、歩いてもらうと、はい、同じ富士壺がいっぱいあるんで、はい。どんどん掘っていってください。はい。もう、あ？何？なんか動き出したぞ。地震か？おーおーおー、何何何？ちょっと、はははははは。何何何？ 何何何？おーおーおー、すごいすごい揺れてる揺れてる揺れてる。なんだこれ？わー、滑る滑る滑る。あ、沈んじゃいますね。船戻りましょうか。沈む？あー、危ない危ない。やばい。空気がない空気がない。あ、そこでじっとしといてください。スタミナがない。スタミナがない。あ、これ。反対側にはしごがあるんで。あ、やばいやばい。あ、死んだ。あ、死んだ。
死んじゃいましたが、そっちに戻りますわ。ああ、わかりました。何だったんですか、昨日。あれはですね、島じゃなくて、大きな亀ですね。あ、亀の甲羅の上におったってことですか？そうですね。なるほど。ああ、見えてきた、見えてきた。見えてきました？あ、いた！見えました。はい、飛び乗ってください。はい。よし、今なら行けるはず。よいしょ。あ、ここですね、はしご。はいはいはい。あ、待って。あ、来た。乗れました。はい、はいはいはい。ありがとうございます。これ、一人でプレイしてると大変ですよね。そう、まあ、はい、そうですね。遠いところで死んだら。さっきの亀はもう完全に沈んだんですかね。どっか別の場所に行ったってことですかね、沈んで。そうですね、まだこの世界のどこかにいると思いますよ。あ、見えてきた。なんか光ってるやつ、あれそうだ。あれ、2つあるの？装備とアイテム欄です、ね。あ、分かれてるんですね。よいしょ。拾って。OK。よし、じゃあ装備しましょう。